おはようございます、星野瑠璃です。2020年安田記念のデータ分析予想ということで、今年の安田記念はもともと出走を表明していたインディチャンプ、アドマイヤマーズ、ダノンキングリーとダノンプレミアムというメンバーだけでかなり豪華なんですが、そこにアーモンドアイが出走を表明してさらに豪華メンバーになって、マイル王者決定戦にふさわしい一戦となりました。ビクトリアマイルを圧勝したアーモンドアイにボバゼというのが、どこまで競馬を見せるのかというのに注目です。でこの動画ではデータを中心に紹介していきたいと思います。まずデータその1、マイラーズカップ組。安田記念の前哨戦の一つにマイラーズカップがあって、1着馬に優先出走権が与えられます。でもう一つの前哨戦の KO 杯スプリングカップ組はたまにしか馬券に絡みませんが、マイラーズカップ組はかなり馬券に絡む馬が多いです。過去10年で見ると10頭が馬券に絡んでいて、10年中8年で馬券に絡んでいるので、前哨戦で一番注目すべきレースとなっています。で今年のマイラーズカップ組はインディチャンプ、バンドギャルド、ロードクエストの3頭となっています。そして表を見て分かる通り、安田記念で馬券に絡んだマイラーズカップ組のほとんどはマイラーズカップで負けていた馬でした。でこちらの表はその年のマイラーズカップで連帯した馬の安田記念の成績です。マイラーズカップは2011年までは阪神開催で、現在は京都開催となっているんですが、阪神開催時代から連帯馬の成績がよくありません。マイラーズカップが京都開催になった2012年以降で見ても、馬券に絡んだ馬は2018年のモズアスコットしかいません。今年のマイラーズカップ連帯馬は1着のインディチャンプなんですが、上位人気濃厚な馬なだけにここは注意が必要かなといった印象です。でさらにこちらの表が過去のマイラーズカップ1着馬の安田記念成績となっています。最後に馬券に絡んだのは2007年の金剛力士王まで遡ることになります。で2009年以降でマイラーズカップ1着馬が出走しなかった年というのは2016年のみとなっていて、全部で10頭が出走していますが、3着以内に入ったことは一度もなく、それどころか10頭中8頭が掲示板にすら入れていないという、散々な成績となっています。で近年の1着馬は安田記念でも上位人気している馬ばかりなので、弱い馬だったというわけではありません。で今年の該当馬であるインディチャンプは、かなりのマイナス候補となる存在かなと思います。続いてデータその2、前年の安田記念出走馬。前年の安田記念出走馬が狙い目となります。天皇賞、宝塚記念、安田記念は金量58キロで行われるレースとなります。で58キロというのはなかなか経験しない金量なだけに、前年に出走しているような馬は経験があって有利なのかなと思います。で過去10年中8年は安田記念に出ていた馬が、前年の安田記念に出ていた馬が馬券に絡んできています。で今年出走する前年の安田記念出走馬はインディチャンプ、アーモンドアイ、K.I. ノーテック、ペルシアンナイト、ロードクエスト、ダノンプレミアムの6頭となっています。
でこっから絞り込むポイントとしては、過去10年で馬券に絡んだ前年の安田記念組の11頭のうち8頭が前年4着以内の馬でした。それに該当する馬というのはインディチャンプとアーモンドアイの2頭となっています。続いてデータその3、前年のマイルチャンピオンシップ組と、コバが出走できる芝マイル G1 は安田記念とマイルチャンピオンシップの2つしかありませんが、この2つはリンクしづらいレースとして有名です。でその年の安田記念とマイルチャンピオンシップを制覇した馬は過去10年ではモーリスと去年のインディチャンプしかいません。でこちらの表は前年のマイルチャンピオンシップで3着以内だった馬の安田記念の成績となっています。で前年のマイルチャンピオンシップと翌年の安田記念を勝った馬というのは過去10年では1頭もいません。でモーリスも国内マイル G1 の3連覇はできませんでした。2016年の2頭以外は前年のマイルチャンピオンシップで3着以内の馬は翌年の安田記念で馬券に絡むことができていません。でレース間隔が1年も経っていない中でのこの結果になるので、データから見てもマイルチャンピオンシップと安田記念はリンクしていないということがわかります。今年出走する前年のマイルチャンピオンシップ3着以内の馬というのはインディチャンプ、ダノンプレミアム、ヘルシアンナイトの3頭となっています。続いてデータその4、前走1着馬。前走1着馬は2013年から7年連続で馬券に絡んでいます。今年の該当馬はアーモンドアイ、アドマイアマーズ、インディチャンプ、クルーガー、ダノンスマッシュの5頭となっています。で2013年からの7頭のうち5頭が前走 G1 という点にも注目です。でこちらが過去10年の前走 G1 勝ち馬の安田記念成績です。11頭が出走して馬券に絡んだ馬は11頭中6頭となっています。で馬券に絡まなかった G1 馬が大敗しているという点にはちょっと気になるところです。で今年出走する前走 G1 勝ち馬というのはアーモンドアイとアドマイアマーズの2頭となっていますということでここからはまとめに入りたいと思います。で一番の注目馬というのはやはりアーモンドアイになると思います。で前走のビクトリアマイルを1分30秒6というレコードより 0.1 秒遅いだけのタイムで楽勝しました。で直線では少し追っただけだったので、最後まで本気で走らせていればレコードを更新していたのは間違いないです。で去年のインディチャンプが勝った安田記念のタイムよりも速いので、まともに走ることができれば今回も勝てるはずです。もともとスタートが課題だったんですが、金走はスタートもうまくなって、マイルでも前目で競馬ができるようになりました。東京競馬場のレースは6戦6勝となっていて、最も得意とするコースなだけに安田記念は絶好の舞台となります。ビクトリアマイルのレースぶりを見てもやはりベストはワンターンで競馬ができるマイルです。でアーモンドアイの一番の不安点といえばやはりレース感覚となります。ビクトリアマイル後のローテがすぐに決まらなかったのは、やはりレース感覚を気にしていたからです。ベストな条件に出走するなら安田記念で、レース感覚を気にするなら宝塚記念で、で今年の情勢から海外遠征は不可能ということを考えると選択肢が2つしかありません。で結果的にビクトリアマイルを本気で追わずに勝ったことと、レース後に疲れが残っていないということから安田記念になりました。しかしレースはやってみないとわからないので、
有馬記念みたいに惨敗してもおかしくはありません。これまでで一番短いレース間隔というのは桜花賞からオークスの中5周と秋華賞からジャパンカップの中5周だっただけに、今回の中2周というのはアーモンドアイにとってかなり未知な体験となります。で、1周前調教はかなり軽い調教で調節されていたので、最初追い切りはどんな感じにするのかというのは必ずチェックした方がいいと思います。そしてアドマイヤマーズやインディチャンプにも注目なんですが、やはりダノンプレミアム、ダノンキングリー、ダノンスマッシュのダノン軍団に一番注目したいところです。今年もダノンスマッシュ、ダノンファンタジーと G1 を勝てませんでした。ダノンキングリーとダノンプレミアムはもともと安田記念を目標にしていましたが、ダノンスマッシュは前走勝った後の調教師のコメントは休養に入って安田記念には向かわないと言っていました。でおそらくオーナーサイドの要望で安田記念の出走が決まったのだと思います。でこのことからもダノン軍団はどうしても G1 に勝ちたいのだと思います。で前哨戦の鬼のダノン軍団なんですが、ダノンキングリーとダノンプレミアムは間隔をしっかり空けての参戦なだけに注目です。そして川田ジョッキーを主戦としていたダノン軍団なのに、今回は3頭とも川田ジョッキーは乗らないということを考えるとダノン軍勢の本気度が伝わってきます。で後の注目馬は牝馬のグランアレグリア。桜花賞を圧勝した馬なだけにマイルが長いわけではなくベスト距離だと思います。で阪神カップで強い勝ち方をして1200m の高松の宮記念を2着でかなり惜しい競馬でしたが、競馬ぶりを見ると前目につけることができるマイルの方がいいと思います。騎乗予定の池添ジョッキーも2戦目となるので馬の癖をつかんだと思います。休み明けが一番パフォーマンスを上げる馬なだけに、高松の宮記念以来の今回というのはベストな感覚になります。なので期待したいと思います。あとは来週また枠順が出た後に買い目などの予想動画を上げたいと思っておりますので、そちらの方も参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあ2020年安田記念のデータ分析予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。